ディジュリドゥ奏者制作者のスマイリーです。この動画はですね、2021年の新作ディジュリドゥの紹介になります。この作品はですね、作品名がビギナークラス13ということで、これからねディジュリドゥを始める方に、おすすめのね、バランスとか、内径構造をね狙って制作していて、まあ、価格もねお手頃な金額に抑えています。でこのねビギナーモデルの、作品については現在ね、僕のウェブサイト、スマイリージジュリドゥ .com の方からね直接、買っていただくとですね、Zoom の体験オンラインレッスン、1回分のね無料特典がついてくるのでね、ぜひ、ジジュリドゥをね楽しむ上でうまく利用していただけたら嬉しいです。でこのジジュリドゥのスペックなんですけど、ちょっとね重さが 3.9 キロあって、ビギナークラスとしてはちょっと重めで、あとね音を出す際に、ね、少しね強い振動を与えることが必要なので、少しね慣れるまで時間がかかると思うんですけど、逆に、吹きこなせばポテンシャルがねかなり高いんで、スペック自体はかなり高いんですよね。でこの作品はねビギナークラスとして、販売してるんですけど、実はリズムを刻んだ時のね安定感とか低域のバランスとかがすごく良くて、音質のねスペック的には、ミドルクラスの、ベーシックモデルの方に分類されて、ワンランクねほぼ上なので、かなりね末長く吹いていける作品だと思います。見た目もねゴツくてかっこいいです。ということで試し吹きいってみましょう。レッツゴー。Thank you.